1804年10月5日の軍事行動は、ポルトガル南端のサンタマリア岬沖で、イギリス艦隊により、交戦状態にないスペイン艦隊に対して起こされた軍事行動、改戦。イギリスとスペインは当時戦争状態になかったが、1804年10月5日、財宝を満載したスペイン艦隊と、そのスペイン本国入港を阻止しようとする、イギリス艦隊式との間で戦闘が発生した。 当時スペインはフランス帝国との密約によってイギリスに宣戦布告しない限りフランスに毎年7200万フランを支払わなければならなかった。イギリスはそれを知り財宝を乗せた艦隊が本国に到着し次第スペインがイギリスに宣戦布告する可能性が高いと判断した。イギリスはその艦隊が南アメリカ大陸を出発した日やその1 さらに法律により、カディスにしか入港できないことを知っていたため、それを妨害するための船体を配置するのはさして、難しいことではなかった。ブスタマンテは、4隻のフリゲートに、金銀や、それと同じくらい貴重な貨物を満載して、1804年8月9日に、モンテビデオを出版した。九月十二日、イギリスの海軍中将コリンウッド卿は十四問、フリゲート、 インディファティガブルの艦長グレアムムーアに、できれば平和に、その艦隊のスペイン到着を阻止し、捕獲するよう命じた。ムーアの艦は9月29日にカディス沖に到着し、10月2日にはライブリーと、その翌日にはメデューサ及びアンフィオンと合流した。そしてフリゲート4隻で横陣を形成し、カディスへの航路を監視した。10月5日の卒業。 スペインのフリーゲート艦隊はポルトガルの海岸を指認した。そして午前7時、イギリスのフリーゲート4隻が視界に現れた。ブスタマンテは指揮下の船体に戦闘体系を取るよう命じた。1時間もしないうちにイギリス艦隊の戦列は到着し、スペイン艦隊の風上のピストルの射程内の距離に並んだ。イギリス艦隊の指揮下ムーアはアスコット海域をスペインの機関、 メディアに派遣し、彼の要求を伝えた。ブスタマンテは、当然それを拒絶したので交渉は長引き、痺れを切らしたムーアは午前10時、メディアの監視越しに一発の威嚇射撃を行った。それを合図にしたかのように全面的な交戦が開始された。10分もしないうちに、メルセデスが火薬の爆発により沈没した240人の乗組員のうち救助されたのは、わずか40人だった。 戦闘開始後30分でサンタクララとメディアは降伏したが、ファーマはメデューサを振り切って逃走を試みた。ムーアは最も早いライブリーに追跡を命じ、ライブリーは数時間後にファーマを捕らえた。3隻のスペイン艦はジブラルタルを経由してイングランドのゴースポートに護送された。スペインは1八百四年十二月十四日にイギリスに対して宣戦復刻し、 その12月2日に自ら皇帝となっていたナポレオンはイギリスとの戦いの名誉を得た。しかしその同盟は1年足らずの後、1805年10月にトラファルガーの戦いで敗北を喫することになる。1708年の法律ザ・クルーザースコンボイズアクトによって会場で捕獲された敵戦は勝者の権利として捕獲者の財産とされ、 船と貨物のすべての財貨を賞金として受け取ることになっていた。しかし今回の場合、実力行使の時点でイギリスとスペインは、法的には、交戦状態になく、ゆえに、海軍法廷は、この3隻の船が海軍本部の権利であり、すべての収益は海軍本部に帰すると結論した。四隻のスペイン艦が運んでいたのは、金貨百三十万枚、銀貨百五十万枚、 金のインゴット15万本、羊毛75袋、鈴の延べ棒1666本、銅界571個、それに、アザラシの皮と油だった。そのうち銀120万枚、銅の半分、鈴の4分の1は、メルセデスと共に沈んでしまったが、残りの船と貨物は90万ポンドの価値があるとされた。法律論議が繰り返された結果、 法に基づかない政府の任意の給付が支払われることになった。捕獲されたスペインのフリーゲートはいずれもイギリス海軍に編入され、メディアはインペリウス、サンタクララはレオカディア、ファーマはフェームと解明された。ありがとうございます。